今から20年前、ちょうど20年ぐらい前なんですね。まあ、2000年をちょっと挟んだ頃ですから、まあ、それまではリサイクルっていうのはですね、まあ、生産を盛んにするということで、特に朝日新聞なんかを中心として、まあ、反対をしてたわけですね。ところがある時に、まあ、朝日新聞がですね、主として方針を転換しまして、それで、リサイクル賛成の方に回ったんですね。非常に過激に変化しましたんで、世論もそれに従ってですね、リサイクルが善であるということに変わったわけですね。悪を善にできるっていうんですから、そういう点での世論操作という点では朝日新聞は非常に卓越した力があるというふうにも言えるわけですが、それからリサイクル万能になったと。でよくゴミは資源と言われたわけですね。私はその頃、今でもそうですけど、ゴミはまあ焼いた方がいいと、まあ、こういうふうにまあ言ってるわけですね。それで、まあ、ゴミをまたあの資源として使うということは相当無理であると、まあ、いうことを言ったわけですね。でそれはなぜかということを少し深くここで少し事態がまあ冷めてからですね、お話をしたいというふうに思ったんですが、実は我々が使ってる天然資源ですね、例えばまあいっぱいあるんですけども、仮に鉄鉱石とか石油石炭といったものを取り上げますと、これは全部前世代の残したゴミなんですね。前世代っていうのは人間よりか前の生物っていう意味ですけども、人間よりか前の生物が残したゴミなんですね。例えば石油ですけども、石油はまあ比較的簡単で、動物の死骸ですね。それから石炭は植物の死骸、まあ、天然ガスはまあ腐敗が進んだものといって、まあ、おおよそいいわけですね。もちろん例外がありますから、例外というのはちょっとここに置いて、まあ、主力はそうなんですね。ですから、まあ、例えば石油が生物の死骸であるというのには証拠はいくらでもあって、例えば、まあ、石油が新しい石油が掘り出されますと、その分析を資源学者がするんですね。そう、例えばバナジウムが出てくると、あ、これはホヤとかナマコの世代の生物であると、まあ、いうふうにですね、その生物を構成する元素とか構造によって、まあ、特定ができるというわけですね。ですからこれははっきりとしたゴミなんです。ところが我々は石油とか石炭というのは大切な資源であるという言い方をして、石油石炭はゴミであるからリサイクルしなきゃならないとは言わないわけですね。これはまあ先入観というものがそうさせていると思います。それからまあ鉄鉱石はちょっと複雑なんですけれども、鉄鉱石もまあゴミなんですね。かつてですね、海に住んでた生物が死んで、それがこうブクブクと吐き出した酸素でですね、鉄が酸化されて一緒くたになって、まあ、海の底に沈殿したりすると、まあ、これが島上鉄鉱床というですね、鉄の原料の約7割ぐらいを占める、まあ、ものなんですね。ですからもう当然死骸の山なんですね。まあ、そういう意味でサンゴ礁なんかも死骸の山でですね、それでまあ我々がサンゴ礁を美しいという感じるのは、私たちがもともとですね、生物が生まれてから37億年目に登場した、もう周りは全部前の廃棄物、生物のゴミが溜まってるところで生まれたもんですから、だからゴミを美しいとかですね、ゴミは大切なものだと思うと、これが石油が大切だとか、それから鉄鉱石が大切だとか、サンゴ礁が美しいとか思う我々人間というもののですね、まあ、特殊なっていうか、まあ、性格なわけですね。それでところがこのゴミっていうのは天然資源っていうのは十分に使えるかっていうと結構ダメなんですね。まあせいぜい、まあ、ものすごく多く使えるもんでも5割ぐらい、まあそれいろいろな効率も入れてですね、まあ、5割ぐらい、それでまあ、銅鉱石みたいにですね、昔から使われているものはだん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 いい鉱石がなくなってきて、現在ではまあ 20% の純度を持った銅だったらまあ素晴らしいと、あとの8割は捨てるわけですね。まあ、研究的にはもう 1% しか銅がないという鉱山もですね、まあ、使おうかと、まあ、こう言われてるわけですね。つまりゴミというのは基本的に資源なんで、人間が出したゴミと前の世代が出したゴミとは別に区別はできないんですよ。同じなんですね。そのことを私、今から20年ぐらい前に、都市鉱山という名前で呼んでたんですが、実は都市鉱山っていう名前を自分で付けた後、よくよく調べたら、別の先生が都市鉱山っていう名前を使っておられたので、私が都市鉱山と言い出したっていうのはちょっとおこがましいので、私も都市鉱山と言ってた。まあ、
日本で2人でしょうね、都市鉱山って言ったのは。だから天然鉱山と都市鉱山。天然鉱山っていうのは昔の生物が残してくれた石油とか石炭とか天然鉄鉱石とか銅鉱石とかそういったものであり、現在 の人間が残すものが都市鉱山であると、まあ、両方とも鉱山だ。しかしそのほとんどは使えないんですよね。まあ銅ぐらいを基準にして言いますと、まあ 10% か 20% 使えればいい。だから都市ゴミが出てきたら、そのうち例えば鉄分とかアルミとか、それから非常に高性能な紙ですね、まあ、紙のリサイクルって昔からちり紙交換でやっておりましたが、まあ、そういったものとかですね、それから木材片とかそういったもので、まあ、集中して出てきて、しかも品質がいいというものは使える。つまり都市鉱山はですね、やっぱりいらない、人間がいらないというものを捨てますから、やっぱり利用は数パーセント、 2-3% 使えればいいでしょうね。まあ、それにしては我々は優秀で、まあ、鉄鋼はだいたい日本簡単に言えば1億トン生産してるんですが、その半分の5000万トンが、まあ、リサイクルされた鉄ということでですね、まあ、非常に性能がいいわけですよね。それから、まあ、いろんなものを応用してできますね。例えば、まあ、もちろんちり紙交換をしてた時代の紙ですね。今の紙のリサイクルはダメですけど、かつて商業ベースでやってた紙のリサイクルの紙、それから最近では RDF、 つまりゴミの中の非常によく燃えるものを選別して、それを、まあ、あたかも石炭のようにして、燃料として供給する。これは人間が捨てたもののうち燃料として使えるものを燃やすということですね。まあ、燃やすのが一番効率的なんですね。ですから、まあ、石油とか石炭を燃やすということは非常にいいことで、これはゴミ、石油を燃やすということはゴミを燃やすっていうことなんですけどね。ただ、まあ、一般的な生活をしている人は、まあ、昔の資源のでき方も、まあ、それはよくご存じないのは当たり前ですし、まあ、現在のゴミとの比較でですね、どのくらい使うかということも分かりませんね。まあ、そういう点から言うとですね、いわゆるこう1回使ったもの、まあ、他の生物が使ったものはですね、比較的利用できることがあるんですね。それは他の生物が利用する目的と人間が利用する目的が違うんで、他の生物にはいらないもんでも人間にはいるものっていうのがあるんで、比較的、前の生物が残したものが有効に人間が使えることもあるんですね。ただ人間の出したゴミっていうのは、人間が出したゴミですから、やっぱりもういらないものを出してるので、でまあ1割ぐらいは非常に有効に使えますが、まあ、9割は、まあ、捨てなきゃいけないというか焼かなきゃいけないってばいうことになるんですね。ただ焼けばですね、焼いた残りが燃えないもの、例えば金属とかそういうもの残りますので、それがまた利用できるっていう点もあるんですね。ただ不思議なことにですね、なんか変な道徳感ができて、天然資源は使っちゃいけないけれども、都市ゴミっていうかですね、都市鉱山のゴミは資源は使うのが望ましいというか、そういう変な倫理観ができたわけですね。この倫理観はどこで作られたかよくわからないんですけども、まあ、全体の環境全体というものを見通してなかったということに視力があるんではないかと、まあ、そういうふうに思いますね。まあ、今度からはもう少し深くものを考えて、そして、やっていくということが、まあ、大切ではないかというふうに思いますね。ゴミの利用、つまり都市鉱山ですね、人間が出したゴミ資源というものの利用もですね、今まで永々として天然資源の利用技術というのをやってきたわけですね。石油にしろ鉄鉱石にしろ、もう延々とその技術、例えば銅でもですね、銅の抽出技術というのは精錬技術ですね、ものすごく長い歴史と深い知識があるわけですね。それに比べればやっぱりゴミを回収しだしたっていうのはわずか、まあ、今から20年ぐらい前ですから、まだまだ技術関係としてはですね、都市ゴミを、都市資源を利用する技術は十分ではない。で、技術が十分でない時に使いますとね、どういうことになるかっていうと、例えば有名な足尾鉱毒事件なんかそうなんですけども、これは銅鉱石を利用する時に銅鉱石の中に入っているヒ素なんかを十分に除く技術がないままに、まあ、無理やりやるとですね、やっぱり環境を大きく汚すんですね。ですから都市鉱山、つまり人間が出したゴミの利用もですね、やっぱ技術優先ということが言えるんではないかと。
まあ、そういうふうに思います。